皆さんこんにちは、よろしくお願いいたします。本日はドットサイトですね、ベクターオプティクス SCRD-39 マーベリックソップ、こちらをご紹介したいと思います。僕が買ったショップはですね、41PX という有名なお店です。はい、ネットショップで購入いたしました。はい、動画解説欄に載っけてる商品の方のリンクは Amazon さんですから、ここら辺ご理解ご了承ください。価格はですね、ほとんど一緒です。はい、およそ1万円いかないくらい。僕が買ったのは9900円、 Amazon の方で載ってるのも9900円ぐらいだったと思います。なのでそこら辺を目安にしてお買い上げいただければよろしいかなと思います。こちらのですね、マーベリック大人気商品です。はい、昨今のコンパクトな AR に載せるサイトとして、またこれまたコンパクトなねサイトっていうのも人気でして、でそういうので、マーベリックのシリーズ、これ3世代目って言えばいいのかな。はい、かなり進化して、機能外見ともに充実した内容となっております。それではこれね、41PX さんの説明書きの方がすんごいしっかりしてるんですよね。読み上げたいと思います。カラーがダークアース、対物レンズ径が 22mm、 全長 76mm、 幅 32mm、 重量が 183g で、アイリリーフがフリーですね。でコーティングが、マルチコート、ドットのサイズが 3MOA、 これ MOA ってモアって呼ぶ方もいらっしゃるんですけど、基本的には MOA と呼ぶ方が正しいという話らしいですね。はい、でクリックバリュー、調整範囲が1クリックにつき 1MOA で、上下左右各 60MOA です。はい、ドットメイドの段階がこれは赤で、カラーが赤で11段階までで、実は本日ですね、野外にて公園でですね、いつものでかい公園で、僕が使っているハンディカム2機種をと比較しようということをやってまして、ちょうどいいから、こいつを外に持ち出してですね、で、ドットをつけてどのぐらい分かりやすいのかっていうのを11段階に分けて、撮ってきました。ただこれスマホで撮ったのでかなりブレてるというか、ドットを見つけられない場合もあるんですね。外の光が強すぎると、スマホ越しの画面だとちょっと見にくかったんですよ。なのでそこら辺ご理解ご了承ください。肉眼で見ると全然見やすくても、スマホの画面通しちゃうとね、どうしてもちょっと行ったり来たりして見つける感じになりますので、そこら辺はですね、ご理解いただければありがたいかなと思っております。はい、そして続き、使用バッテリーが CR2032 ですね。これ2032に似たやつで、2025だったかなとかもあるので、2032ですねと覚えておけば、ミニと覚えておけばいいかなと。はい、でバッテリーは付属しません。デフォルトでバッテリーはついてきませんので、あらかじめバッテリーを用意しておいてという感じですね。で特徴として、名機マーベリックのラバーコーテッドタクティカルバージョン、もちろん実対応、相手から見える光の反射や、BB 弾の直弾直撃から対物レンズを守るハニカムキルフラッシュ、マウントの付け替えで、はい、ローマウントは切り替えられるコンバーチブル、付け替えられるコンバーチブル、クールな新デザインのハイマウントは QD 付き、 QD ってこれクイックデタッチャブルってやつですね。はい、まあ便利に取り外し取り付けできますよって意味ですね。で IPX69 の耐水性能、付属品として、QD ハイマウント、ローマウント、ラバーレンズカバー、ハニカムキルフラッシュ他という風になっております。はい、で対して Amazon さんの方の説明を見てみると、こちらは以前ベクターオプティクスのノーチラスですかね、僕が買ったつぼみさんですね。これはね、ショップ名つぼみなんとかさんで、こちらも似たような感じですね。ご好評につき第3世代にグレードアップし、光量がアップし、レンズの透明度は増しました。倍率1倍、でドットサイズが 3MOA、 レンズサイズ 22mm、まあ、ここら辺は一緒ですね。はい、で、重さ 183g、 長さ 76mm、 レンズ中央までの高さ、41mm で、イルミネーションが、これイルミネージョンになってるね、レッド
で光量調整が11段階で、バッテリー CR2032、 太陽マウント、ピカティニレール、 QD ハイマウント、ローマウントで、メーカー保証が5年という風になってますね、この Amazon さんの方ではですね。はい、ちなみに、価格の方を見ると Amazon さんの方だと、2020年10月現在9980円なんですが、入荷予定が2020年12月30日、およそ2021年の1月ぐらいになるのかなという、12月30日に入荷予定してもね、遅れないですよね、今年年内には。なのでそこら辺の把握。対して、41PX さん、ヤフーショップにて、41ミリタリーという名前になってますね。9900円。で、北関東においては、送料無料と書いておりますね。はい。で、びっくりしたのが、41PX さん、夜、注文したんですね。で、次の日の昼間、僕が仕事で昼間でご飯食べてる時にはもう発送のメールが来てたんです。しっかりしてますね、このお店。ものすごく評判がいいお店なんですね、41PX というお店は。で、店員さんの人柄もかつお店の雰囲気とかも、ディスプレイの仕方とかもものすごく評判のいいお店なので、近くにお店がある、 41PX あるよって方はぜひ足を運んで行ってみることをお勧めいたします。サイトとかもですね、手に取って見えるようにショーケースの中にあって、遠くからしか見えないじゃなくて手に取って見えるっていうね、なかなか太っ腹なことやってますからね。ここら辺はお店に行ってぜひ手に取ってサイトを見て、覗いてみて確認できるのが一番ありがたいですから。ネットだとね、やっぱり僕みたいにこういう風に紹介してる人の情報しか手に入りませんから。それにしてもリアルの方から、僕はヒープフィールドの方から教えてもらったんですけど、ベクター最高だよということで、これ買った方がいいよということで、まあそれでノーチラスを買ったんですね。その方が使ってたのはフォレスターだと思うんですけど、今後僕もフォレスター買う予定です。かなりすごいスコープですよね、あのフォレスターってやつは。で、なんかね、全部通して透明度がものすごく高いんですよ。ここら辺はすごく売れてる理由がわかるなといった感じです。はい、それでは商品の方を見ていきましょうか。今回はね、まあダークアースです。なんか僕ダークアースが好きなんですかね、ダークアースのものばっかり買ってるような気がするんですけど、はい、まずは箱から見ていきます。箱はですね、結構な厚紙を使っていて、しっかりした箱です。これペラペラの箱じゃないですね。で、説明書き、細かくはこうなっております。はい、では箱を開けます。ほら、ちゃんとした箱ってね、スコンと開かないんですよね。抵抗があるんですよ、この空気が漏れる率がすごく低いので、ちゃんとした箱っていうのは隙間が少ないですから、そうすると抵抗があるんですね、開けるのに。箱からして作りがしっかりしてるってなかなかなもんですよね。で、付属してたものなんですが、まずはこういった感じ。で、裏側。ちょっと文字が小さいんですけど、お許しください。はい、こういった内容になっております。で、一番上にですね、緩衝材がありまして、その下に、はい、お名前、こんな感じだったんですよ。 41PX 秋葉原と書いてあります。ちょっと読み上げましょうか。5年保証、お買い上げ日から5年以内の製品本体の保証をいたします。まあ、保証外としては、お買い上げ日で店名、店番が、なんていうんですか、お店のハンコが押されてないものに関しては無効ということですね。で、付属品の故障、破損などの場合はこれ無理と。本体のみのってことですね、保証は。で、
製品本体の外装の破損などの場合、うん、以下の場合を除き、あ、以下の場合だからそうですね。はい。で、製品の誤った使用、故意による故障、破損の場合、まあ、これはあらゆるものでこう書いてありますよね。で、製品にベクターオプティクス以外によって修理、メンテナンス、または改造がなされた場合、まあ、そうだよね。改造しといて壊れましたは、それ都合が良すぎますからね。で、製品が、お買い上げご本人以外の方に譲渡された場合、これ大きいかもしれないですね。新品ですけどやっぱり使わないので売ります、これは保証外となるってことですね。で、その他、合理的事由から、弊社が保証対象外と判断した場合とありますね。はい、しっかりしてる。で、ベクターオプティクスのこれはクロスですかね、ウエスクロスハンティングだよね。鹿のマークがあって。ハンティングですよね、これね。で、箱の中身、は、粉になっておりますけど、工具ですね。六角と、これは何に使うんだ？どこに使うんだ？これ。こいつはどこに使うんだ？これかな？ベース。マウントベース、ちょっとこれも開けてみてみましょうか。こちらがローの方ですね。取り付けとしてはレール側がこうですね。これでこっち側にサイトが乗っかる。ハイマウントはこのぐらいなんで、ローだとだいぶ変わります。はい。またこのハイマウントがね、人気の理由だったりもするんですよね。やっぱり覗き込むときに地面の方に頭を食い込ませないと見えないみたいなサイトの場合はね、ハイマウント。で、41PX さんからも、こちらのハイマウントの方ね、別途オリジナル出てたような気がするんですよ。しかもかなりお安く、3000円いかないぐらいで安く出てたはずですので、調べていただけるとありがたいかな。で、キルフラッシュですね。あ、こちらはですね、アルミ製です。アルミ製。で、ここで六角ですね。安物だとね、このネジ、ここ今ネジ山があるんですけど、これがピカティニーレールをかなり接触して傷つけるっていうのがあるんで、ここら辺は精度というかね、しっかりしたものがありがたい。で、キルフラッシュ。ちょっとつけてみましょうか。とりあえず付属品はこんなもんですね。で、今ご紹介したのはちょっと端へ避けていって本体、はい、カバーがゴム製のカバーがついておりまして、こんな感じになってるんですね。なくさないように、一個ポコッと外れるとね、どっか転がっていくと分かんないですけど、これだと転がらないですからね。これはすごく考えられてると思います。はい。で、キルフラッシュつけてみよっか。その前に、先ほど、そのドットを試すために、スマートフォンで撮りましたって僕言ってたんですけど、合わせにくいんですよ、ドットとカメラっていうのが。今すげえ変な感じで映ってるでしょ。これオートフォーカス効いちゃってるんで、すごく変な感じに映っちゃうんですよ。なので、スマートフォンを使ってやりましたよってことですよね。じゃあ、しかし綺麗だね。すんごい綺麗。はい。肉眼で見るともちろんしっかり映ってますね。室内なんで一番低いレベル1。でも、しっかり見えてます。むしろ室内だとこんぐらいだと見えやすい。けど、ハンディカムを通すとこな、ぼやーって感じになっちゃうんですよね。そう。これだからダメなんだね。で、今、じゃあ、ちょっとゼロにして、対象物を映すようにして、こうします。あー、どっちみちぼやけんな。で、この状態で、では、キルフラッシュをつけてみましょう。おー、しっかり、ネジ山の精度しっかりしてますね。
つけました。で、この状態でまた覗いてみます。キルフラッシュ見えないんですよね。これどうなってんだよって感じしますよね。キルフラッシュ見えないんですよ。今見えたかな？はい。肉眼で見ると、まあ、細かくですけど、なんて言うんですか、蜂の巣状に映ってます。ハンディカム通すとキルフラッシュ消えちゃうからね、説明の意味がないんですよ、これね。これがわかりやすいかな。消えちゃうとね、キルフラッシュ消えるのって、間違いになっちゃいますから、言ってることが。これが正しいですね、見え方としては。向こう側の文字ちょっと見づらいですけど、肉眼的にもこんな感じです。こんな感じ。はい。なので、まあ、そこまで視界を邪魔するものでもないかな、といった様子です。アイレリーフとしては、どんなもんでしょう。目から5センチくらいだとほぼほぼ消えますけど、だいたい、どんなもんだ ?15 センチ、20センチくらいからキーフラッシュはっきり見え始めますね。はい。では一旦ゼロにして。ちなみにスマホで撮影してるときはキーフラッシュつけておりません。うん。で、まあ、ガンカメラとかサイト系お持ちの方、で、初めて使う方、ここのね、この面積、ちょっと外しますよ。この面積にわざわざこんなちっちゃい面積に被弾するわけねえじゃんっていう人たまにいるんですよ。被弾するんです、するときは。で、YouTube でどなたか前にもお伝えしたんですけど、ガンカメラかな、あ、違うな、あれは GoPro じゃないアクションカムかな、うん、ウェアラブルカメラってやつですね、を新品で初めてサバゲーにつけてったら、頭の横にこれをつけてたら、こんな広さの狭さのところにわざわざ被弾してひび割れたでアウトになったんですね、その場でもう一発で。なので被弾するときは被弾します。そんなわけないじゃんとか言う人いますけど、被弾する確率は低いですけど、可能性で言うとゼロではないので、そこら辺しっかりこの付属のね、キルフラッシュこいつを、弾よけに当たっても大丈夫なように つけておくか、もしくは、どうだろうな。これ22ミリかな。レンズフィルター、カメラ用のレンズフィルターっていうのを売ってるはずなんですよ。ちっちゃいカメラ用のね。で、22ミリとかぐらいで、健康さんとかそこら辺から、ビデオカメラとか、普通のカメラとかのレンズの上にさらに差し込むレンズ、フィルターがあるんですけど、そういうのが一枚あってもいいのかもしれませんけど、ちょうど合う径があればの話ですね。はい。ちょっと寄り道が過ぎるな。こういった感じ。前から見ると、で、横から見ると、ベクターオプティクス。で、こう、ここちょっと不思議なんだよね。ここを覗くと、これが、中の筒が、こう、下から持ち上げられてるような感じで入ってるので、ん？これ大丈夫なのかって思ったんですけど、こんなもんでしょうね、きっとね。で、脇です。で、ここはですね、キャップがしてありまして、つまみですね。なかなか、つまむには、ちょっとちっちゃいんですけど、これを開けると、まあ、上下、調整、左右調整、エレベーションダイヤル、ヴィンテージダイヤル、それぞれ隠れておりまして、で、ここにもちょっとした工夫がされております。ちょっと開けますね。もう一つね、前の世代、第二世代のやつは、実はこれ開けなくても直接回せたんですよ。僕は実はそっちの方が欲しかったんですよね。こう開けてやっちゃうと、ちょっとね、このキャップどっか落としちゃった、なくしちゃったってありえない話でもないので、それを避けるために第二世代が本当は欲しかったんですけど、透明度とか、その、基板じゃなくて何だったっけ、新しいシステムがこっち使われてるよってことなので、ああ、じゃあこっちにしようかってね、本当はこれあんまり好きじゃなかったんですね。エレベーション、上下の調整。
て、ウィンテージ左右の調整で、ここに溝が掘られてると思うんですけど、今外したこのキャップの溝がですね、ちょうどここにはまります。こっちの方が見やすいかな。ちょうどここにこうはまります。でぐりぐり回すことができますので、これはすごく便利ですね。はい、なのでこれを使う方は、なかなかどうして小さいパーツですからね、フィールド上でなくさないようにポロッと落としてね、あれどこだあれどこだって言われて気づいたら人に踏まれてたとかないことないように、しっかり管理しておくことが重要かなと思います。次世代の方、丸いとかの次世代電動ガンの方は、振動がガス風呂とかね、振動で緩むとか取れるとか、それは考えにくいことではあるんですけど、ないとも言い切れないので、そういうこうしっかりね、ゲーム始めるときにしっかり閉まってるかなっていうのを確認した上で閉めるといいのかなと思ってますね。で、防水動向って書いてあったから、ちょっと今閉めちゃったんだけど、もう一回開けます。おそらく、ゴム製のオーリングが入ってるはずでしょう。こう閉めた後もね、ぬるっと閉まるので、おそらくオーリングが入ってるんでしょう。これなので、僕はちょっとね、オーリングの劣化とかを考えると、ちょっとあれかな、奥か、だいぶ奥か、奥張ってて見えないですね、これね。オーリング見えたら、ちょっとそこら辺でシリコンスプレーかなんか塗布しようかなと思ったんですけど、真っ暗で見えません、中が。おそらくゴム製のオーリングが入ってることでしょう。はい、ここまでちっちゃいサイト使うのは僕も初めてなんですよね。人のは借りたりとかしてるんで、使い勝手はわかるんですけど、にしても、失敗した買い物はしたくないという方は、いつもね、3000円から5000円とか、そこら辺出して、もしくは1万円近く出して、サイト買って違った、これじゃなかった、これ見ずれとか、失敗するんだったら、ベクターさんのサイト1本買っとけばもう間違いないっていうぐらいのもんですね。一番この手のタイプで一番安くて、5、6000円から出てたはずなんですよ。なのでそこら辺も、知りたい方は調べてみてください。はい、キルフラッシュつけて、でここですね、 QD と書いてあったのはこれ、ただ横に広がるのではなくて、横に広がって、ピカティニーレールにつけるのではなくて、一旦こいつを引くんです。手前側に引いてから開く。こいつはおおよそ180度、おおよそですね、おおよそ180度、はい。でこの状態で、ここがですね、斜めになってるのお分かりいただけると思うんですけど、でこっちも斜めになってるので、ちょうどピカディニーレールに合わさって、この角度で、この角度、ここですね、で接合できるということです。ちょうど今エアガンがありますので、大体どういった感じかというと、今ちょっと閉めてる状態ですね。はい、でですね、まあレールで言うと何スロットっていうのかな、ちょっとここ間違ってたらごめんなさいね。何スロット消化するのかっていうのは知りたいと思うんですけど、おおよそここから見るとはまるところ、よいしょ、こっちか、頭こんなもんかな、はい、こんなもんですね。今先頭から見るとこの辺りまで使ってますよね。一旦外します。はい、ここまで消化してるってことはね、まあこの部分はちょっとどう数えるか分かんないですけど、この部分にちょうどはめることはできます。はい、もともとこっちのね、今使ってるこれはもともとからつける予定で買ったので、クライタックの
SDP Mark II ですね。はい。まあ、ちっちゃいのじゃないと、ガンカメラも差し込むので、ちっちゃいのじゃないと無理かなということで、購入したのですが、ギリギリだと、どんなもんだろう。これだとチャーハンに接触しちゃってんのかな。このぐらいかな。はい。それでも、こんなもんですからね。まだまだ、前空いてるので、ちょうどよくガンカメラが乗っかります。まあ、というか僕一回失敗したんですけど、実はここにガンカメラを乗せようと思って、こいつをわざわざつけたんですけど、まあ、後で、今後ご紹介しますね。これちょっと特殊なカスタムというか自分で加工しちゃったので、今後ご紹介します。なので、あまり見せないでおきます。はい。ところが、ここにガンカメラを乗せると、思いっきりこう、サイトを狙うときにガンカメラが入ってくるんですね。で、全然狙えないんですね。なので、ここにガンカメラを移動したので、まあ、ちょうど良かったかなと。ここ空いてる場合は、ちょっと、これでもね、心配なときは、シールド。いつものあの、ウキウキワクワク商店さんのシールドをつけて、パカッと起こして、で、避難防止にしようかなと思ったんですけど、ちょっとガンカメラがここに来るようになったので、それはできない。はい。ただ、こんだけコンパクトに収まるので、かなり、嬉しいですね、これはね。はい。ではでは、先ほど申し上げた通り、外で、撮影してきたものを、ご覧いただこうかなと思います。ちょっと今ね、スマホからの確認がしっかりできないので、ちゃんと撮れてるかどうか不安なんですけど、ちょっとね、こんな感じでブレちゃって、ドットと合ってない部分が多々あるんですけど、なんとか合わせようと頑張って見てるので、そこら辺は我慢して見てください。はい。それでは、ご視聴ありがとうございました。また見てください。バイバイ。
ここでお知らせです。当方のチャンネルは実写チャンネルケルズ、ゲームチャンネルケルケルム G、 サブゲームチャンネルケルゲーで構成されております。チャンネルやツイッターへのリンクは動画解説欄からお願いいたします。